い、マス TV でーす。はい、皆さん、今日はですね、久々にね、お家でのね、動画をお届けしていきたいと思います。久々にね、家でこう撮ってるからね、なんか、いいですね、家で撮るっていうのもね。はい、でね、今日ね、何をご紹介していくのかと言いますと、先日、仙台にね、行ったんですよ。まあ、ポケモンね、市に仙台に行ったんですけど、その時にね、ちょっと面白いものをね、発見したので、それをね、ご紹介していきたいと思います。まあ、袋に入ってるとこんな感じですね。はい。まあ、これ何かというと、サイダーです。まあ、サイダーって言ったらね、三ツ矢サイダーとかね、まあ、いろんなサイダーがあると思いますけど、そのね、仙台で見つけたね、サイダーってね、ちょっとね、変わってるんだよね。はい。まず一つ目、こちら。これね、牛タンサイダー。牛タンですよ。まあ、仙台でね、牛タン食べてきたんですけど、めちゃ美味しかったんですけど、それサイダーにしちゃうってどうなのっていうね。まあ、なんか色も変だし。はい、そしてもう一つ、ずんだサイダー。皆さんね、ずんだ餅って知ってますかね。まあ、宮城っていうか仙台の、こう、何お土産の、ね人気お土産の一つ、ずんだ餅。まあね、枝豆のね、餅。枝豆パウダー使用って書いてあるから、枝豆のね、サイダーです。まあ、もう一つがですね、まあ、松島の梅サイダー。これは美味しそうですね。はい。というね、ちょっと変わったサイダーを発見したので、今日はね、こちらをご紹介していきたいと思います。で、その前に、仙台に行って、いろいろね、お土産買ってきたんで食べてみたいなと思って、ちょっとね、これもレビューしたいと思います。まず一つ目、ずんだ餅。これ、冷凍で24時間持つってね、書いてあったんで、はい、ずんだ餅ですね。まあ、ずんだサイダーの、まあ、餅バージョンですね。で、そしてもう一つがね、これ、萩の月って皆さんご存知でしょうか?これね、僕ね、仙台に、親戚の人がいるんですけど、その人がね、僕のね、家っていうか、実家、その人、おばあちゃん家にね、来るたびにね、いつもね、買ってきてくれた、そういうね、お土産で、僕ね、萩の月マジ好きなんですよ。ほら、これこれこれ。まあ今ね、萩の月みたいな、こう、なんて言うんですか?お土産っていろんなところにありますけど、まあこれはね、非常にうまい。そしてね、あともう一つ。まあ牛タン?牛タンって聞いてもピンとこない人のために、こういうやつですね、牛タンって。まあこれね、牛タンプリッツっていうね。まあいろいろ買ったんで食べてみたいと思います。まずね、萩の月食べてみましょう。これがね、うまいんだよね。はい、こんな感じ。で、開けると、ほら、こういうクリームが入ってますね。あーん。うまい!久々に食ったけどね、うまい!うまいな、やっぱ萩の月。そしてね、はい、次。ずんだ餅食べてみましょう。ずんだ餅の存在は僕はね、昔知らなかったんですけど、水曜どうでしょうっていうね、番組が、ね、北海道のね、すごい伝説的な、番組があるんですけど、その中でね、ずんだ餅を使って早食い勝負みたいなのをしてて、それでね、知りました。こんな感じ、ずんだ餅。はい、で、ちょっと開けてみようか。こういうので食べるんだって。へえー、ほら、ずんだ餅ですね、餅。枝豆系のこういう餅をいただきます。いただきます。うん、うん、うまい。枝豆の良さが出てる。うん、枝豆の味なんですけど、ただちょうどね、うまい具合に餅と合うぐらいの枝豆の濃さなんですよ。あ、ずんだ餅ってうまいね、やっぱりね。そしてもう一つ、はい、牛タン。牛タンプリッツ。一本長。プリッツ長。はい、手こんぐらい。長。うまっ。もう香りがうまい。あ、これ超うまい。すごい香ばしいです。これめっちゃうまいっす。牛タンプリッツ。ではね、ここでようやく本題ですね。この変わったサイダー飲んでみたいと思います。牛タンサイダーとずんだサイダーと、あと、松島梅サイダー。これはね、うまそうですね。まず、梅サイダーはね、これは美味しいでしょ。いただきます。透明です。はい。こんなパッケージです。いただきます。梅。なんか、梅酒みたいな感じ。まあ、梅サイダーなんで、梅ジュースの味がします。はい。そしてもう一つ、ずんだサイダー。これさ、枝豆味のサイダーってことでしょ?これがちょっとよくわかんない。いただきます。おほー。
これは来る。すごいよ。だって枝豆の香りがするサイダーなんだもん。パッケージがね、やたら可愛いけど。すごいな、これ。なんていうかな、枝豆をすりつぶしてサイダーに入れた感じの香りのサイダーですね。これは強烈ですね。うん。じゃあラスト、こちら牛タンサイダー飲んでみたいと思います。まず色がさ、ちょっとこの色ですからね。どうなんだろうな。意外とうまかったりして。いただきまーす。お。これ？これうまい。コラーゲン 1000mg 入ってるし。まあ確かにちょっとね、牛タンの風味しますけど、これね、普通に美味しいな。まあサイダーっていうよりもコーラに近い感じなのかな。うん、牛タンサイダー。ただ牛タンのこの香ばしい感じかな、それはね残ってますし、うわあれ意外といい、いける。はい、ということでですね、今日は変わったサイダー飲んできました。僕としてはですね、やっぱりね、お土産でおすすめするんだったらこちらの萩の月、そしてこれ牛タンプリッツ、めっちゃうまい、めっちゃうまいんで、はい、皆さんね、これぜひ仙台行った時はおすすめするんで買ってみてください。はい、ということでですね、今日も皆さん最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオ TV でした。バイバイ。